今回は、レゼルバ予約システムの機能の一つ、予約者情報カスタマイズ機能についてご説明します。レゼルバ予約システムでは、予約者が入力する予約項目をカスタマイズ可能です。予約者情報カスタマイズ機能を利用することで、予約を受け付けた時点で、顧客の情報を知ることができる、予約者の情報や過去の実績をもとに、キャンペーンやお知らせを送ることができる、などのメリットがあります。 レゼルバ予約システムでは予約者情報カスタマイズ機能がゴールドプラン以上でご利用いただけます。またこちらはすべての予約タイプでご利用いただけます。予約者情報カスタマイズ機能に関する詳しい説明や実際の導入事例は概要欄にあるレゼルバデジタルの解説記事からご覧ください。それでは今から予約者情報カスタマイズ機能についてご説明します。 管理画面の設定マークの高度な設定から顧客項目設定予約時アンケート設定に移動します顧客項目設定予約時アンケート設定ページの顧客会員項目設定に移動し項目を追加するをクリックします定型項目から選択する新規項目を作成するのいずれかを選択しますここでは定型項目から選択するを選択します項目名項目属性をプルダウンの中から選択し登録するを押します 項目を追加しましたと表示されればすべての操作が完了です。追加した項目は一覧に表示されます。さらに追加したい場合は同じ作業を繰り返します。追加した項目は削除することも可能です。今回は生年月日、性別、自宅の住所を新たに追加しました。プランの変更は 管理画面の上にあるプラン変更のページから行うことができますご不明な点がございましたらレゼルバサポートセンターまでお気軽にお申し付けください以上が予約者情報カスタマイズ機能の設定方法でしたご視聴ありがとうございましたもしこの動画が参考になったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします